かって、あ、りょうの。まあ、はい、ごめんなさい。私も一緒に探してあげられればいいんですけど。すみません、お役に立てなくて。はい、あ、皆さんを見かけたら管理人さんが探していたことをお伝えしておきますから。この声は、あらまあ、管理人さん、お久しぶりですね。お元気でしたか？あら、どうかしたんですか？なんだか心の底からどっと疲れた顔に見えますけど。本当に？はい、何でしょう。はい、これです。気がついたらいつの間にか目の前でおみくじが売られてたんですよね。はい、当たりです。なんだか今年もいいことがありそうな予感。はい、とてもいいことがありましたよ。管理人さんに会えたことです。管理人さん、今年もよろしくお願いしますね。心配ですね。はい、それでどちらを探しましょう。あちらの方など探してみませんか？誰も見つかりませんね。あら、あれっておちびちゃんたちじゃないですか？いや、あれは管理人さんとかすみさんですね。ちびちゃんたち、4人全員揃ってますね。
私たちは4人とも何ら問題ない状態です。はい、お兄さんたちとはぐれてちょっと心細かったですけど、俺がいたから大丈夫。それだけ管理人さんが頼りになるってことですよ。はい、その通りです。とっても頼れるお兄さんですもん、管理人さんって。まあそれなりに、それなりなやつだけどよ。次は負けん。勝ち負けの問題ではないと思うのですが。はい。そうですね。ちょっと待った。せっかくだからお参りしていこうぜ。あらあら、そういえばこの人混みの向こうってお賽銭箱なんですね。しようぜ。くるみもしたい。私もお兄さんとしたいな。ちびちゃんたちこう言ってることですし、みんなとは後でまた改めてお参りすればいいんじゃないでしょうか。いえ、決して私が抜け駆けして管理人さんとお参りと思ってるとかそういうことじゃないですよ。私は別にどちらでも構いません。しかし希望者が現人数の過半数である以上、これを叶えるのが民主主義だと思います。よっしゃー、じゃ肩車してくれよ。人垣がすごいだろ。俺の身長じゃここからは賽銭箱が狙えねえんだよ。せっかくお参りするなら、お金を確実に賽銭箱にシュートしたいじゃねえか。よし、頼むぜ。ほい。
よ。ほい。サンキュー。うん、くるみもしてほしいの。お兄ちゃん、優しく立ってね。お兄ちゃんの肩車。うん。えい。お兄ちゃん。いいの。おし。お兄ちゃん、ありがとう。お願いしてもいいですか？私はそんな結構です。だから結構だと、私こんなこと、視点が高いと世界が違って見えるんですね。感動です。あ、私は本来このような非科学的風習に興味はないのですが、今日はこの感動の代価ということで特別です。終わりました。面白い体験ができました。お礼を言っておきます。どうもありがとうございました。はぐれ
他のみんなとも会えるといいですよね。お姉ちゃん、大丈夫かな？大丈夫よ。ミキちゃんしっかりしてるもん。さ、とっとと他のやつを探しに行こうぜ。あ、ちょっと待って。私、お参り済ませたいんだけど、いいですよね。じゃあ、サクッと済ませてきます。あら、ここでするんじゃないんですか？こっからなら、タオルじゃなくても余裕で賽銭箱まで届くじゃんか。うん、腕にも届きそう。違うんだな。どう違うんですか？お賽銭は最前列から投げてこそ、そうしてこそ初詣の通。でしょうか。いや、ドリル戦車だ。あらら、人混みの中をずんずん前に進んでいきますね。タオリお姉ちゃん、見えなくなった。もみくちゃにされたようですね。タオリお姉ちゃん、ぐちゃぐちゃ。おーい、タオリー、生きてるか？背もポンも突き果てたかも。お注射します？ささやき祈り継承念じろ。香りは元気になりました。若いから回復力バッチリですもん。はぁ、なんだか近頃全然お注射してないような気が。寂しい。それじゃあ行きましょうか。こちらから走ってくるの、幸恵さんですよ。幸恵お姉ちゃん、大丈夫？
幸恵さん、落ち着きましたか？はい、かすみさん、ありがとうです。けど、こっちに来てよかったです。やっぱり、初詣のメインイベントはお参りだから、みんなここに来るんじゃないかって思ったら、当たりだったです。これで残るは4人ですね。レイカとミキとマリンとユンカ。お姉ちゃん、探すです。あっちの方を探してみるです。
すごいでしょ。一発でこれが揃ったんですよ。大吉と末吉のフルハウス、イエーイ。
今日のボランティア担当時間が終わりだったから。はい、管理人さん、うさみょん、早くみんなに会いたいでし、早く寮に帰るでし。連れてきたです。
よいしょ、これし。大人の女になるまでずっと待ってるでしょ。